ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのアミティ大森町という物件のご案内です。こちらエレベーターがついておるマンションのお部屋となっております。早速お部屋を見てください。こちらまずはリビングですね。ここはドーンとこの縦長のリビングスペースになっておりまして、まあ、広いのでレイアウトなど結構自在にこう配置を変えることができますね。でこのねキッチン、このねちょっと作り付けのこういうおしゃれなカウンタータイプになっておりまして、このねちょっとこういう観葉植物とか写真立てとかね置いたりすることができます。キッチンはこのようなガスコンロ2口が置けるタイプですね。でこういう手の届くところに釣り戸棚もついてまして、フードファンとかもね結構新しくリニューアルされてます。キッチンにこういう窓がついてるのも結構魅力のポイントですね。あ、ここにもなんと隠し棚みたいなものがありまして、こういうのもちょっと気が利いてますね。おしゃれなワンポイント。でこちら玄関スペースですね。下駄箱でも十分こう配置することができるスペースがあります。でこちら、気になる水回りですね。ここは洗面所、脱衣所ですね。シャンプードレッサーがね新しくついておりまして、清潔感があってすごく綺麗ですね。で浴室もリニューアルされてまして、かなりこの壁でもね綺麗なパネルに張り替えられてます。浴槽も十分な広さになってますね。でこちらお手洗いなんですけども、この清潔感があってこういう壁もですね、なんかこうリゾート感があるおしゃれな壁になってます。別もね、しっかりありますね。これリニューアル物件というのもね結構家賃を抑えることができますのでおすすめですね。で、洋室、まあ、寝室ですね。エアコンが1機ついておりまして、こちらがバルコニーに出ることができます。収納取っ手がないですね、こういうタイプです。どうでしょう、あ、すごいです。結構凝ったデザインになってまして、おしゃれないい感じですね。こっちには洋服をかけて、ここはフリースペースとして自由に使っていただけます。扉なんかもリニューアルされてますので、全体的にすごく綺麗に仕上がってますね。最後に、こちらバルコニー、こちらの向きは西向きですね。洗濯機置き場が、奥のスペースですね。一番奥が洗濯機スペースになってます。はい、以上でこちらのご紹介は終了となりますが、まだまだ見ていただきたいところがたくさんありますので、ぜひ弊社のホームページでご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸の好きで皆様のご来店をお待ちしております。